本日はですね大変お忙しい中当社のセミナーにお越しいただきましてありがとうございます私の方からですね後半40分ほどですかねお時間を頂戴しまして近況のお話とあとです、ね、相続対策ということで非常に相続対策ってですね非常に分かりにくいお題目ですので できるだけ分かりやすいことまで図などを活用しながらご説明させていただきたいなというふうに思っております。はいえーとですね、北陸新幹線が今、開業しまして非常に金沢が盛り上がってまして私どもの会社の売買物件です、ね、かなり扱わせていただいているんですけれどもあの今までではです、ね、ありえなかったことがちょっと今、起きているんですね。どうういいったことかっていうとか 駅周辺の分譲マンンションあるじゃないですか築7年とか8年とか経ってるのにその当時ですね新築で買った値段より高く売れてる物件が私が知る限り 7, 7件あります新築では例えばですね3,000万で売り出てるじゃないですかで7年とか、まあ、10年とか使って今売った時に3,300万とかで売れたってことです まあもう絶対まあ儲かってまただ、ね、で使用でした上になおかつ高く売れたっていうことで、まあ、金沢はですね非常にあのまあプチバフルというふうに私言ってるんですけど、まあ、そういった状態でありますで金沢駅周辺にこの3年間で,、えーとですね、飲食店が100店舗オープンしたんですよねで、えー、と今までは金沢駅周辺でもですね結構空いてるテナントって目,目についてたんですが最近は全然なくて。 やっぱり駅周辺で探してますっていうお客様はやっぱり今でもいらっしゃいますで金沢駅周辺ないので、えー、もう少し離れたですね駅,駅の西側のもう少し離れたところだったりとか、まあ、武蔵の方まで行ったりとかですね結構あのその範囲がだんだん広くなってきてです、ねまあ、物件がないもんですから、まあ、そういった状態でやっぱ金沢駅周辺のまあ一極集中といいますか一人、まあ、勝ちといったような感じですね。 でそれ以外の地域っていうのは、まあ、どうかっていうと、まあ、それほどですねなんか変わりがないというかで駅周辺の物件でですね家賃を、まあ、1000円とかもそのぐらいのレベルですけど、まあ、上げて上げたオーナーさんもいらっしゃいます、まあ、それでもまあ決まっておりましたので、えー、まあ立地がいい金沢駅の近,近くっていうのはやっぱりですねあの非常に大きなまあメリットになるのかなというふうに思っていますで新幹線が開通しましまて 今年のゴールデンウィークですね初めてのゴールデンウィークもですね実はゴールデンウィークの3ヶ月前2月ですかね2月にもうすでに金沢市内のホテルがもう満杯になったっていうことでえもう金沢の観光客といいますか非常にいい注目を浴びててですね えまあ結構新幹線で来たりとかもしくはあの金沢の PR がすごかったので、まあ、車でも全国から来まして、えー、結構ゴールデンウィークは混んでたというふうに聞いてます私ちょっとですね、えー、ゴールデンウィーク金沢いなかったんでちょっと全然体感しなかったんですけど、まあ、そういったことで,で、ね、全然こう金沢がですね変わってきてるなっていうことで,でやっぱり見てても二曲かですねいいとこと、まあ、そうじゃないとこっていうとこがですねやっぱり明らかにこう変わ,変わってきたといいますか出てきてるなと。 えいう,ふうに思っております全国放送でですねしかも「目覚ましテレビ」って結構視聴率がいい番組で、まあ、これだけ長くですね取り上げていただいたのがすご,すごく嬉しかったんですいませんちょっと今日あの見ていただきました。えー、結構ですねあのー やっぱ全国放送ですので反響も多くて、まあ、見たいよっていうのが本当に全国から私の方にご連絡いただいてですねやっぱりテレビの影響力ってすごくあるなっていう,ふうに感じましたでそのおかげか分かんないんですけど最近はこう取材といいますかいろんなところに載せていただけるっていうケースも増えて先週あ今週後ですか「あの週刊文集にですね「企業の実力」っていうコーナーに。 1> 1ページですね取り上げていただいたりとかディスカバリー・ジャパンっていうところに今問い合わせがあったりとか、まあ、いろんなところからですねあのお声がかかるようになって非常に嬉しいなとで,、まあ、できるだけですねクラスコっていう会社名をこう売っていって、まあ、集客にですね少しでもつなげたいなというふうに思っています。